私プロのフルート奏者で、小さい頃、学生の頃は本当にたくさんレッスンとか習い事とか行ってて、本当にねこれはね親に感謝しなきゃいけないとつくづく今でも思ってるんですけれども、一つだけ私ゲーム全然買ってもらえなかったの。てかもうダメだと思ってたから特に欲しいとかも言わなかったのは確かにそうなんだけど、世の中さいろんなゲーム出てきたじゃないですか。 DS とか Wii とかで今はスイッチあるじゃないですか。それ全部一応はね親が買ってたの。だけどソフトは漢字テストのやつとか勉強系のやつねとか、あとは運動するなんかこう Wii の上の板の上に乗ってやるやつとか、そういうのは買ってもらってたんだけど、まあみんなが思ってるようなさポケモンとかさモンハンとかやりたかったの。だけどなんか言えない自分もなんかいたし、まあそこまで今ほど興味もなかったっていうのもあるんですけど、大人になってから自分でスイッチを買ったりゲーミング PC まで買ってゲームめっちゃハマってるのね今。だけど本当に下手なのみんなが想像してる以上に下手なの。もうこれはもう見たらわかる。もう3秒見たらわかるぐらい下手なの。本当に。で、だけど楽しいの。もうとにかくゲームをしてるっていうことが楽しいの。で、私は下手だけど配信をね、ゲーム実況を始めたんですよ。そしたらどんどんプロのね、方が来てくださるようになって、今はいろんな世界記録を持ってるゲームの方々が来て、ゲーム実況の方が来てくださるわけなんですが、私も先日、ハイソン巡りというゲームの世界記録を取ることができました。そう。ただ、このゲームで記録出してるの、私一人しかいないから1位なんです。はい。明日から誰かやってくれますかお待ちしております。まあゲーム下手なのに1位になる、大変よくわかりません。それでは聞いてください、チグハグ。